T-20 コムソモーレツとは、第二次世界大戦で、ソ連軍が使用した小型装甲牽引車である。フランスのルノーウェイやイギリスのキャリアと、共通するコンセプトを持つ小型装甲牽引車で、機械化手段内の対戦車部隊用牽引車として1936年に、開発された 53K45mm 対戦車砲や、 その改良型 M-42-45mm 対戦車砲、120mm、迫撃砲、M1938 の牽引が、主な用途で、通常、砲及び弾薬リンバーを直列で牽引する。2名の乗員用に、車体前半に完全密閉されたコンパートメントを持ち、右側に固有武装として、DT 基準のマウントを持っていた。マウント部の形状には、 生産時期により差がある。車体後部は折りたたみ式で、背中合わせのベンチシートがあり、6名の砲兵を登場させることができる。後部座席は走行防御されていないが、悪天工事は支柱を立てホロをかぶせることができた。開発を行ったのは、モスクワ郊外の GK オルジョニキゼム炎症第37工場で、同工場は、ビッカース水陸両用戦車を半途した。 T-37、T-38 の開発、生産を手掛けており、T-20 は、足回りの部品の多くを、これら水陸両用系戦車から流用して作られた。第37工場のほか、エンジンを供給した合力キ自動車工場、スターリングラードトラクター工場で、1937年から1941年まで、8000両、近くが量産された。 ありがとうございます。